フレーバーセーバートマトは初めて市場に登場した遺伝子組み換え食品です。開発したカルジン社はラットで実験したところ、数匹のラットの胃に異常を確認していました。一部の政府研究者の反対を押し切り、1994年5月にトマトは承認されました。しかしフレーバーセーバートマトは輸送に耐えられず、消費者の評判も悪かったため市場から姿を消しました。遺伝子組み換え食品が身近な存在だとアメリカ人が初めて意識するようになったのは2001年のことでした。昨年秋、グレース・ウースは職場の同僚と楽しく昼食をとりました。ところがその後、彼女の身に思いがけないことが起こったのです。胸が苦しくて、しかも呼吸もできなくて、ショック状態と気づかなかったのです。何を考えていましたか？一体何が起こったのか、何が何だか分からなくて、死ぬかもしれないと思いました。救急病院で激小型アレルギーと診断され、その話はワシントンの耳に入りました。折しもトウモロコシ市場は大混乱の真っ只中、食用として無許可だった遺伝子組み換えトウモロコシのスターリンクコーンがタコスの皮に見つかり、店頭から全面撤去されていたところだったのです。恐怖の正体としてアレルギーが疑われました。自分が食べるコーンフレークが安全かどうか知りたいのです。今は安全だと？とんでもない。程度の差はあれ、かなりの人がスターリンクによるアレルギーを発症することは避けられないでしょう。もし公的機関で調査試験を行ったのでなければ、事件は表面化することはなく、健康被害の可能性もうやむやになっていたはずです。遺伝子組み換えの安全性を試験する3つの政府機関があります。農務省は遺伝子組み換え作物の環境への影響を評価し、野外栽培試験を規制する責任があります。しかし8000件を超える野外栽培試験の申請書を調べた結果、農務省が環境評価を求めたのは1件もありませんでした。アメリカ環境保護庁は殺虫剤を規制しています。 BT は天然の殺虫剤ですが、遺伝子操作された BT 作物のすべての細胞にこれが作られています。食品医薬品局は食品のこれまでにない成分について試験しなければなりません。従来の作物と実質的に同等だと主張し、バイオテクノロジー企業は認可を受けるため、実質的同等性という言葉を使いました。だから規制対象にならないというのです。それと同時に自社製品の特許を主張しました。そもそも特許は他と違うから取れるわけです。他と違うから特許を申請し、その一方で同じだから規制するなというのは矛盾しています。実質的に同等だとは呆れます。細胞レベルで細菌やウイルスの新しい遺伝子構造を持つ食品は有史以来存在していないのですから、同等のはずがありません。遺伝子組み換え食品が通常食品と同等とみなされたため、グランスと呼ばれる安全と認められる食品に分類されました。政府は試験も表示も求めなかったのです。政府の方針で納得できないのは、遺伝子組み換えの食品表示を求めなかったことです。遺伝子組み換え作物はコーンシロップや大豆レシチンとして使われます。2002年オレゴン母の会は遺伝子組み換え表示を求める運動のために2000ドルの資金を集めました。 PCB や DDT、 ダイオキシンが安全というような企業を信用できるでしょうか？食品医薬品局は遺伝子組み換えの危険性を無視しています。私たちが心配するのは何より子どもの将来です。
すでに25カ国で表示義務があるのです。表示は生産者にも消費者にも負担はかかりません。法案27にイエスを、遺伝子組み換え食品に表示を義務付けましょう。業界は460万ドルを投入し、農家の母親に似せたキャンペーンを仕掛け、法案は否決されました。政治の介入とお役所仕事や高いコストはもうたくさんです。法案27が通ればオレゴン州の農家と消費者が泣くことになります。世論調査によると、常に 80-90% のアメリカ人が食品に表示を望んでいます。しかし、提出された遺伝子組み換え食品を知る権利法案は1999年議会に上程されて以来、いまだ評決が取られていません。ヨーロッパでは遺伝子組み換え食品が地元のマーケットに並ぶことに市民が怒りと不安を表しています。最近の世論調査によると 75% が遺伝子組み換え食品は不要だと答えています。市民の要望に応え、 EU15 カ国で遺伝子組み換え食品の表示を求める法案が採択されました。企業側が表示に強く反対するその裏にあるのは、単に消費者の食品選択に関わるからだけでなく、安全性の追跡、つまりトレーサビリティの問題があるのです。母親が子供に粉ミルクを与える場合、遺伝子組み換え大豆の表示がなければ、子供が中毒やアレルギー症状を起こしてもそれが原因かどうか分かりません。表示があれば子どもの症状の原因が推測できます。医師の診察記録から健康への影響に関するデータベースができるわけです。データ構築により企業責任が明らかになります。表示によって消費者が製品を選べるようになるだけでなく、健康被害の原因が組み換え食品によるものなのか追跡する鍵となり、企業責任が追及されるようになります。日本人は遺伝子組み換え食品に強い懸念を抱き、貿易関係者は今後10年間アメリカの子どもたちの様子を注意深く見守るとしています。さらにこれらの製品は安全であり、生産量が上がると断言しています。バイオテクノロジーにより収穫量が増し、耕作に適さない農地であっても栽培が可能になります。モンサントは食品医薬品局と農務省にラウンドアップレディ大豆を商業作物第1号として申請しましたが、その化学性たるや呆れるほど薄っぺらです。乾燥や病原菌など大豆の栽培環境で普通に受けるストレスを考慮していません。2000年にアーカンソー大学の研究者が根の張りが悪くなっていることを報告しています。乾燥時には 25% も少ないのです。これを収量損失に換算すると2から3ブッシェルになり、世界的に見ても非常に大きな損失です。役所の審査でもう一つ疑問に感じる点は、ラウンドアップを散布した場合、大豆の窒素固定能力への影響を誰も検討していないことです。一般にマメ科植物というのは自ら窒素固定能力があるので窒素肥料がいらないという環境上の強みを持っています。
これについて私たちは調査に乗り出したところです。というのは、実際ラウンドアップレディ大豆がひどい不作で、農家ではその原因がわからないという問題に直面していたからです。収穫の最大脅威として、ラウンドアップのような除草剤に耐性を持つスーパー雑草の存在が明らかになりました。2003年にスーパー雑草スギナモが広がった州は21を数えます。農民は奇形樹を生む枯葉剤に似た 24D さえ使用せざるを得ない状況まで追い込まれていますが、ますます散布量は増えるばかりです。政府はなぜ多くの問題を抱える新技術を承認したのでしょう。前のブッシュ政権の終わり、ダン・クエールが競争力委員会と呼ばれる委員会を運営していました。バイオテクノロジー製品が規制に阻まれることなく、他の製品と変わりない状況に置かれるようにします。クエール委員会は規制は一切なしとしました。食品医薬品局の研究者がこれに憤慨した証言が大量の資料となっています。毒性や新種のアレルギー、栄養低下を招く恐れ、実験動物に免疫上の異変を起こす問題も考えられます。したがって全食品に対してこれら全項目の試験の必要があり、環境問題も同様に考慮すべきというものです。しかしクエール委員会は聞く耳を持たず、この分野の世界市場で1位になるためと主張しました。 FDA に抵抗され、彼らが取った手段は食料政策の副長官としてマイケル・テイラーを起用することでした。かつてモンサントの上級顧問だった男を迎え入れたのです。彼は実質的には無規制の形だけの規制を書き上げ、アメリカの正式な政策として1992年に認可したのです。モンサントの社員と政府の規制監視役人は同じ人間です。一例を挙げると、リストには大勢の名前が載っていますが、中でもリンダ・フィッシャーは際立っていて、過去7年間モンサントの副社長だった人物です。彼女は今では環境保護庁の次官です。前のジョージ・ブッシュ政権の時代にも次官を務めていました。その前はモンサントにいて、またその前は環境保護庁にいた。つまり3回出入りを繰り返しているのです。このようにワシントンのリストは延々と続いています。司法長官のジョン・アッシュクロフト氏に手紙を出して、私たち農民が経験したことのない特許問題に手を貸してほしいとお願いしました。彼の返事は、個人的な訴訟問題には関与しないというものでした。その後、ジョン・アッシュクロフト氏が類似の特許侵害事件に関して指示メモを最高裁に出したと聞きました。彼は特許を所有する企業を守るため、新種の植物の特許を認めるように最高裁に圧力をかけたのです。おまけにアッシュクロフト氏が2000年の上院選挙の際にモンサントから最も多額の政治献金を受けていることも分かりました。しかし彼は落選しました。
規制緩和とは行政部門がみんなによそを向けと命令することです。現在企業は自ら試験し結果を政府に報告しています。ただしこれは任意のものに過ぎません。まともに安全性試験を求めたら今後数十年この技術は止まるでしょう。しかし逆のことが起こっています。80年代にはなかった遺伝子組み換えキャノーラ、トウモロコシ、綿、大豆がアメリカだけでも96年には370万エーカー、2003年にはなんと1億エーカーという飛躍的な成長を遂げています。98年メキシコでは農業の伝統を保護するため遺伝子組み換えトウモロコシの栽培を禁止しました。メキシコには文字通り何百種類ものトウモロコシがあります。多湿の気候あるいは乾燥した気候に適応したもの、特定の害虫に抵抗力のあるもの、また味にも違いがあり、アステカ族が生み出したポップコーンに適したもの、トルティーヤに合ったもの、牛の餌に適したものなど、あらゆる種類のトウモロコシがメキシコにはあるのです。およそ7000年前、メキシコでトウモロコシの栽培が始まり、人々とこの作物の間には親密な関係が育まれたのです。トウモロコシは単なる食物ではなく、文化の一部でもあるのです。ハリスコの産地ではテオシントという野生のトウモロコシの近くで農民が意図的に自分の作物を栽培しています。病害に対する抵抗力が野生種から栽培種に移ることがよく分かっているからです。植物多様性の何がどう役立つのか分かっていません。だからこそ全てを保存する必要があります。作物の多様性のほとんどは在来種といわれるものに維持されています。世界中の農民がさまざまな地域でそれぞれの特性に合った植物を保存してきました。例えば特定の標高、霜や乾燥の度合いなど、その土地特有の条件に見合ったものです。それこそが世界を養う作物の商業生産を維持するために取り込んできた多様性の基盤に他なりません。1970年アメリカではトウモロコシがドウガレ病の被害を受けました。でも幸いにもメキシコ原産のトウモロコシにドウガレ病に強い品種が見つかったのです。2000年チャペル博士はこの人里離れた場所で遺伝子組み換えトウモロコシを発見しました。地元の農民は表示のないアメリカの遺伝子組み換えトウモロコシを食用として買いました。そして農民はこれまでのように一部を食べ一部を栽培したのです。農民にとって穀物と種子は同じものです。穀物は種子、つまり発芽力のある種子です。種子の中には胚芽という小さな赤ちゃんがいて、土に入れてやると発芽します。遺伝子組み換えの種子と在来種が交配し、古代から受け継がれてきた遺伝子を汚染したのです。地元産よりアメリカからの輸入トウモロコシを買う方が安いのです。アメリカのトウモロコシは国民の税金による補助金がついていますが、メキシコでは補助金などないからです。それでもメキシコ人は在来種を栽培することを選びます。
económico, pues no tenemos que correr a la Conasupo a comprarlo. Uh-huh. Sin embargo, estamos comiendo, según nosotros estamos comiendo lo mejor, porque es un maíz que... ¿Todo eso? Sí. Es que el trabajo que ustedes hacen aquí es un trabajo que reditúa, pero para el mundo. Sí.農民はもし自分のトウモロコシに遺伝子組み換え成分が入っていたらカナダと同じことが起こるのではないかと心配しています。組み込まれた遺伝子に対して企業から支払いを要求されるのではないかと不安なのです。2001年、チャペラ博士は権威ある科学誌ネイチャーに遺伝子組み換え汚染について発表しました。この件については最初から深刻に受け止めていました。採集したサンプルをいろいろなところに送り、チャペラ博士の結果が再現できたので、さらに一歩進んでこの問題を確認するつもりです。この問題は議論を醸しています。私たちは遺伝子に関する遺産を危機にさらしたくはありません。他の問題が起こるかどうか議論の余地はありますが、要するにトウモロコシには起こってはならないことだったわけです。それが現実となってしまった今、私たちにとっては大きな問題です。ここで有性遺伝する遺伝子組み換え品種を大規模に生産したら何が起こると思いますか？長い目で見たら食の安全性にとって大きな脅威となります。メキシコの現地に住んでいる人々だけでなく、アメリカに住む私たちにとっても商業的な食料生産に同じことが言えます。遺伝子資源を失うことになれば、解決策のない難題に直面することになるでしょう。メキシコの問題は遺伝子組み換えトウモロコシだけではありません。現在の国際特許システムは伝統的な知識を保護しようとはしません。これに関連する問題がメキシコではいくつも起こっています。例えばトルティーヤには 3,4 種類の特許申請が出されています。まるで何か新しいもののように、誰かがトルティーヤを発明したかのようにです。トルティーヤは何千年もずっと昔からあったものです。第一に、生命体を特許の対象として良いのか、とにかく徹底的に議論するべきです。人類はまだ真剣に議論していません。宿題として保留のままですが、いずれやらなければならないことは確かです。アメリカはメキシコに大量の遺伝子組み換えトウモロコシを生産コストより安く売っていました。遺伝子組み換え作物に対する抵抗が世界中で強まっています。
certified crops. ヨーロッパへのトウモロコシ輸出減による損失は年3億ドルに達します。この事態がアメリカの農業危機を悪化させています。農家の片側には石油や天然ガス会社、肥料や種子の会社、農薬に機械の会社、銀行があり、農民を真ん中にして、もう片方には加工業者や鉄道、穀物会社、レストラン、包装業などからなるアグリビジネスチェーンがあります。現在このチェーンは農民の部分を除いて少数の巨大な企業に占有されるようになってきています。競争相手がほとんど存在しない状況下で、これらの巨大企業が莫大な利益を絞り取れるような仕組みになっていて、家族農家の手元にはほんのわずかしか残りません。しかも農家が得たそのわずかな利益でさえ、市場で凄まじい力を振るっている農薬、種子、肥料の会社があっという間に持ち去ってしまいます。チェーンの両側はボロ儲けですが、農家だけが置き去りにされています。パン1斤の代金として1ドル50セント払ったとします。そのお金は小売業者を介して競争相手が1社か2社程度の1兆円企業の手に渡ります。小麦粉を製造する製粉会社、穀物を仕入れる会社の取り分から最終的に農民の手に渡るときはわずか5セント玉1個です。その5セントでさえもう片側で待ち受ける資材会社という巨大産業が持ち立ってしまうのです。 BT コーンの損益調査をしてみました。農務省の公式データでは、1ブッシェルの BT コーンを生産するコストは3ドル20セントほど、農家の収益は2ドル20セント、つまり1ブッシェルごとに1ドル損をしていることになります。そんな経営が成り立ちますか？エーカーあたり140ブッシェル収穫があれば、1エーカーごとに140ドル損をする。そんな状況で農家がなぜやっていけるのか、その答えは政府の補助金にあります。補助金は生産量の多いトウモロコシ、小麦、綿、大豆に充てられます。これらは最初の遺伝子組み換え作物として業界が標的にした作物です。アグリビジネス企業にとって、商品を供給する農家が販売価格より費用のかさむ遺伝子組み換え種子を使うことで、生産コストがどれほど高くなっても補助金で政府が差額を保証してくれると分かっていれば安心でしょう。2002年、ブッシュ大統領は巨額の補助金を承認しました。農民が遺伝子組み換え種子という費用のかさむ生産システムに関わり続ける理由が補助金にあると言っても過言ではありません。これはアメリカの納税者がバイオテクノロジー企業に補助金を出していることを意味します。アメリカでは作物に、ヨーロッパは農民に補助金を出しています。カナダとメキシコはどちらにも補助金を出していません。現在の穀物農家は生産すればするほど赤字が出ます。売り値が生産コストより低いからです。それを補うため、多くの農家では農業以外の仕事も持っています。皮肉なことに、稼いだお金は農業の資材の支払いに使われることになります。小規模の家族農家が農場外で働いて、モンサントや農薬、肥料会社に補助金を払うという構図ができているのです。農家にとって重要な技術は何かと農業関係者に尋ねると、決まってマーケティングだと答えが返ってきます。政府政策の活用、銀行や地主との付き合い、機材管理などが技術体系一式になっているのです。生物学、土壌、農法、伝統的な技術の理解を深めることなど必要とは考えられていません。
アメリカの農家に求められることが本当に変わってしまいました。私たちが食料生産と呼んでいる生物プロセスを管理するという技術体系ではなくなってしまったのです。アメリカの農村社会は近所付き合いや友情を大切にしてきましたが、農業の規模が大きくなり、どこでも同じようなやり方で同じものを作り、資金や経営管理の決定